ステムライフルの役室。中央に幹があり、このステムが弾丸の変形を助ける。弾丸を損傷させずに必要な変形を実現するため、弾丸形状に合わせて、くぼみが掘られた作杖が必要であった。ステムライフルは、ルエティエンヌ・トーブナーンが1840年に開発した前装パーカッションロック式ライフル銃。 アンリー・ギュスタブ・デルビーニュが発明した方式を改良したものである。デルビーニュは内径よりやや小さな弾丸をライフル銃の銃口から落とし込み、作杖でついて弾丸を変形させて市場口にかませる方法を発明していた。東部難は弾丸をより効率的に変形させるために薬室の中央に鋼鉄製の幹を設けた。弾丸を 重光から落とし込むと、弾丸底部はこのステムの先端と接触して止まる。弾丸を作ク杖でつくと、弾丸は作ク杖とステムで押し潰されることなり、半径方向に拡大し弾丸は、四条光を噛み、またステムを包み込むよう変形し、これにより、空力特性が向上した。東武南大佐は、この発明を1844年に出版した。この方式は、 デルビーニュの方式からは改良されてはいるものの、弾道を不規則にすることがあり、完璧とは言えなかった。しかし、フランス陸軍は、この改良を1846年に採用した。1853年に、フランス領機兵がこの方式を採用し、プロイセンの両兵もまた採用した。両者とも、狙撃兵としての技術が必要とされる分野であった。このライフルは、 東武南ステムライフルとして知られた。銃には600ヤードまでの照準が刻まれており、引き金は非常に軽かった。内空には8畳の市場があり、36インチで1回転するようになっていた。東武南ライフルは特にステム周りの掃除が非常に難しいという不便があった。東武南は底部に中空部を持つ弾丸が最も効率的であることを示唆しており、 したがって、彼の開発は、クロード・エティエンのミニ A によって発明された、ミニ A 弾の先駆的役割を果たした。ミニ A 弾や改良型のエルフィールド弾は、弾丸底部に、円水型、または差し抜き型の空洞を作成し、これに、鉄製カップや木線のコルクを入れてある。発射時のガス圧でこれらは、空洞内に押し込まれ、その結果、円が広がって、 鉛製の弾丸の小道が拡大する。すなわち、木栓やカップが東部南のステムのように働き、弾丸を適切に変形させる。さらに簡便な方法が東部南ライフルにとって変わった。従来の前奏、マスケット銃に市場を掘り、それに見合う適切な小道のミニエーンを使用すれば、強力なライフルドマスケットに改造できた。ライフル銃は、両騎兵や両兵だけでなく、 全ての先月不評に行き渡った。ありがとうございます。